ゲロマズやな、ね、やってきまーす。意外とうまくないか。よっしゃキャンプ飯を作ろうと思ってたんだけど、ちょっと前日になっちゃって料理配信が。キャンプ飯を2日連続はきついかなと思って、ジャスが日本食を食べたいって言うから日本食を作ります。じゃあもう今日早く寝ないといけないんで早速いきます。ベーシック日本のご飯と、今日のレシピは、やべえジャス俺たちご飯買ってなくない？いや、ある常備してるでしょ、一人暮らし。そんなもんない。まあでも本当今日のレシピは、鮭の塩焼き、アサリの味噌汁、だし巻き卵です、はい。あとご飯を作ります。ダッサって何の話してんの？どこがダサいさ？え？どこがダサい？言えんそれは。待って何の話してんの？だってダサいとこないやん。そうよね、今のところ。髪切ったよ。これってさ、アサリってこの状態で買ってきて、なんか砂とかって大丈夫？いや多分ね俺この知識は知ってんだよ。多分ね、塩水につけるんだよね。あ、ぽいぽいぽい。多分塩水に塩買ってねえわ。あるだろ。でも塩コショウがあるわ。コショウ。とりあえず砂抜きってやつをします。はい、まずはアサリを容器に移して、その中に水を加えます。で今回は、塩を変え忘れたので味付け塩コショウで代用します。いけるかな。塩だもん。だって結局はさ、あのなんて言うんだろう、砂抜きをすればいいわけじゃん。コショウが入ってたとしてもさ、塩を抜いてしまったらさ、それをちゃんと洗ったらただのアサリになる。いや、ちょっと待って、でもさ、俺な、汁と一緒にやるんじゃない？味噌汁。違うよ。だってそれは砂が入ってるじゃん。でもさ、スキヤとかたまに入ってらん。やめとけまあまあまあいいですよ。でとりあえずこれは放置。まず鮭を焼くか。単純に鮭を焼くとはやべえな。ただ単純に焼けばいいんじゃないから、くっつかないようにバターを使おう。だから体きちると怒られるんだ。鮭いきます。はい。あれ、俺見たことねえなこの光景。大丈夫かな。おお、もうすごい。すごい。もうこんな色になるんか。美味しそうだけど、めっちゃ。あとでチーズでいいよ。いやでもやっぱミスりようがねえわ。ここら辺は間違いなく美味しそう。この状態ならいいな。ほらこれどうやったら分かるの？砂が抜けましたってのは。もっと入れんの？どうすればいいかをコメントして。30分以上かかる。ちょっと濃度増すわ。そんな待ってる時間はない。はい、1品目。はい、鮭のバター焼き。ちょっと時間がないからパッといくよ。とりあえず漬けといたアサリを、でも多分この中に砂混ざってんだよ相当。で水で洗います。でもうアサリは入れといちゃう。多分出汁が出てくるから早ければ早いほどいいと思う。わかめも出汁出るでしょ。わかめも入れとくか。いや、これも本出汁も一回入れちゃおうかね、今の段階で。出汁で攻めるね。出汁はもうこれは入れたら絶対うまくなるから。入れれば入れるほど、入れれば入れるほどましてうまい。間違いないから。味噌とかは味濃くなっちゃうけど、本出汁は本当に入れれば入れるほど。沸騰してからのイメージあるよね、味噌汁って。味噌って、あ、味噌ね、こっち味噌じゃん最後。あ、そういうことね。分かる。もっと溶ける段階になったらね。入れすぎじゃない？大丈夫。ジャス、何？そこにさ、コンビニがあるよ。ご飯がないとさ。なんかご飯がないと。ご飯がないと、そういや、これは
どっちも悪いし、どっちも合法で行こうとしよう。だからご飯がいつでも普段料理なんてしねえやつが普段ご飯あると思ってるお前の間違いよ。だからご飯持って、お前が責任の。頼め、佐藤のご飯だけお願いします。この段階でちょっと味見してみよっかな。出汁が出てるのか。あっつっあっつっあっつっ。出てない。味噌入れます。なんか沸騰とかはしないけど、もう結構熱かったからいっちゃうこれ。悪くないと思う。いやでも多分薄いなこれ、うん、多分薄い。あー薄いね。もっとかな。めんどくせえや、もういいや。ねえ開かない。ねえ開かないんだけど。火が弱い。これでまだ火弱いのか。もっとなんだ。了解、ありがとう。これ何、俺何、これ何、今何やってんのこれ。これなんで必要なの。これおばあちゃんやってたけど、これ入れちゃえばよくね。これいつになったら開くの。あいつらお前開いてんのか。開いてる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 。見て見て、開いてるよ。ほらほら、中身ないけど。こいつもうちょっと行こう。開いてないやつがいるかもしらん。アサリちゃんおいで。開いてる開いてる。ほらほら、あ、全員開いてるわ。あ、ほい、味噌汁完成。すげえ、おばあちゃん味噌汁入れるやつ2つ用意してくれてる。多分彼女用なんだろうけど、いません。はい。すごいね、東京って。何？朝ぐらい明るい。街の明かりで？街の明かり。この時間に出て怖くなかったな。クソうまくて笑った。ジャスパージャスパークソうまくて笑ったです。笑った、うん、笑ったが出た。水とか入れんじゃない。あ、水は入れんじゃない。剥がして、いや入れんわ。入れん。でもなんか、俺のばあちゃん入れとった覚えがある。ちょっとピタピタ。じゃあそれ、採用。ふわっとするんだよ。入れよ。味噌入れてみ。ちょっとなんかさ、これでいい。あ、そうか。多くね。もういいんじゃない。いや、結構ぐらいでさ。あ、ほんと。ガチ。信じる。ご飯に関してはお前を信じるよ。今から俺たちはだし巻き卵を作るんで。作れるって言ってんだよ。お腹すいたって。でっか。これしかないから。え、殻入ってない？入らない。大丈夫。あ、これ何？な？これ。それはだって卵。殻じゃん、殻。やめろ。殻じゃない。どれがどれが。右上の。どれが。これ。違う。だって卵ってそんな完成されたものじゃないからね。殻。だから違う。完成だってその中卵の中に何か入ることあるやん。うますぎる。卵の中に何か。うますぎる。だあかって。殻じゃない。殻じゃない。あ、ごめん。ほら。ゴミでも、だからただのゴミだよ。そっちの方がマジいな。そっちの方がマジいな。で、出汁を加える、ここに。出た。何本でもいいんだから。はい、今回も本出汁の、本出汁の優勝です。はい、勝ったよし。入れすぎやって。本出汁なんだって、どんだけ溶け込むんだ。半分でいい。溶け込むんだ。でもなんか卵焼きには出汁入ってるイメージある。まだまだ大丈夫。だこっから醤油を入れるかじゃない。出汁オンリー。いや
俺昨日ちょうど醤油切らしたつゆ終わった。麺美味しそうじゃない？なんか悪くなそうだね。麺つゆ馬ぶり、うん、馬ぶりだよね醤油じゃなくてこっち使うのか。甘いしね。だって醤油、いや、そうそうそう、いけそう。ちょっとこれはコメント見よう。どっち？それはおー、ああ出てた、来た来た来た。どんぐらいだ？ちょ、わかんねえ。小さじ2杯、小さじ2杯朝起きたらラップにかかってるやつやん、これ帯が、壁がラップでラップのやつや。もうなんであれからやった最後でいいじゃん、絶対。はい、行きます。これ、これこそスピード勝負だと思う。一回ちょっとあれやしていい？じゃ全部じゃないんだよ。料理、違う違う、はなんかゆっくりのイメージない？そう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 、ゆっくりやんだよ。半分まず行きます。半分、3分の1やん。半分、待ってよ、シミュレーションして。ギャートーン。でもその間に、間にギャートーン。絶対そっち側な。いきます。出たの、早く。ちょっと前ほぼなくなった、ほぼなくなった。混ぜちゃダメよ、混ぜちゃダメよ。あ、もうちょっとあれじゃない、火強くしてからじゃない。終わったわ。ああ、この動きが出たら終わり。まだいける、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 まだいける。真剣に終わってるから怖いまだ待って。いや、こっから厚みが出るから、厚みが出るから。焦げるって。いいいい、まだまだまだ、まだ間に合うんじゃない？一回戻さん。え、戻れ。でもありかもしれない。ああ、どうして？いや、ありかもしれない。いや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 。半分戻しちゃう。半分戻しちゃう。おお。もう悪くなくない？おお。え、これあるかもしれない。もう少ない。ケチャップね。大丈夫大丈夫大丈夫。いや、ちょっと細くはなるわ、でも今回。まだ一回目だから。一応最後の方だもん。だし巻きがさ、なんかそのなんか綺麗に四角のイメージがあるけど、こういうパターンもあるよね。細巻きのイメージ。じゃあ、こっち。で、こっからゆっくりじゃね？火、どうなん？いや、これ、これもスピード勝負でいく。これもスピードでいく。焦げてはいるけどね。いやいや、もう目が離せ。戻そう。いや、まだまだ戻そう。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 じゃあ、入れるな。まだ戻そう。戻そう。いや、わかったわかった。いやね、これパターンがわかった。で、もうこれ、上が、もう上、こう、固まんないの、固まんないやつを戻す。あーなんでこれ、奇跡が起きた、奇跡が起きた、出し巻きになった、やったこれ、戻す、やった、やった、巻き置き、これで逆側に足りる？やばいな、お前足りねえじゃねえか伸ばす、伸ばす。はい、完成です、完成です。だし巻き卵クレープ仕立て。ジャスにハート書いてあげる。いや、熱々か付き合いたてかじゃんってで、これ1個だとちょっとでかす、あの画素数がでかすぎて、ケーキの匂いがする嘘はい、完成。あ、かけてるか、こっち側が。熱、だし巻き卵ずらしたことによって映える。そう、このなんかその立体、これが俺のだね。ちょっと全部つなぐ。これ何、バケモンがいるんだけどバケモンが住んでたんだけど死ぬ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 、飲み込まれるぞはい、このバケモン住み着いてるんだけど。山つかみやん。ビュッフェ式ワカメは、ワカメ、ワカメはおのおの取っていく必要だと思ったらあっもうやだ
もっちもちもちもちかもしれない。確かに光沢がある。団子ぐらい美味しいかもしれない。はい、何話箸。あ、すいません。いただきます。いただきます。はい。ああ、いや、まあ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 、ビュッフェ式悪くない。まず味噌汁からいかしていただきます。あれジャスパークソうまくて笑った。笑った。うん、笑ったが出た。はぁ味が変わった。いやー、モスターのうまい。一回飲んでて。でも絶対味噌汁うまいでしょ。よっしゃおい、うまいぞ。うまいんだよ。卵焼き買っていただきます。俺の信用あんのかな。確かに。うまい。なんだこの中身。パサつきがあるよね。あのね、ゲロマズやね。卵使ってこんなマズなる。いや、バターでも全然美味しいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、またね。バイバイ。バイバイ。はい、さよなら。じゃあね。